過去のこうした大会から分かるのは、グループステージの第3戦はチームの命運を決めるゲームだということです。そうですね、ここの勝ち点3は非常に大きな意味を持ちます。大事なゲームになりました。今日の試合はチェコ対ロシアのマッチアップです。福西さん、どちらのチームの選手たちもこの試合に招集され身の引き締まる思いでしょうね。はい、こういった場面での国歌斉唱は鳥肌ものですからね。代表戦ならではの醍醐味です。ホイッスルで試合開始です。ホームズ、シュートを打った。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。気は抜けない展開です。マリオ・フェルナンデス、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。クロスを狙ってきますか。マリオ・フェルナンデス、ブラジミール・ダリダ、カウンターアタックに入るか。まだまだチャンスはあります。ファーポストにいいクロス。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。何のごまかしもなくダイレクトでシュートを打ってきましたね。ノートラップで打てると判断したんでしょう。素晴らしいテクニックでした。違うアングルから見てみましょう。開始後10分とちょっと、立ち上がりの大事な時間に失点してしまいました。アレクサンドル・ゴロビン、ここはパスミスになりました。ボールを失います。パトリック・シック、見事な視野です。またもゴールです。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。アレクサンドル・ゴロビン、目の前にスペースがあるようです。これは狙います。イエス、ゴール決まった。これはキーパーも止められません。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。一方的な試合となってしまいました。ダレル・クズヤエフ、うまく読んだインターセプト。
パトリック・シック。蹴り出しました。これは危ない場面でした。ここはクリアしたい。パトリック・シック、シュートは入るか。いいパスだ。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。ボールを取り戻しました。ここは激しいプレスを見せます。アレクサンドル・ゴロビン、デニス・チェルシェフ。ここはサイドに持ち出すでしょうか。さあゴールを狙いに行く。マークを外せるか。タックルで止めました。コーナーキックです。ショートコーナー、クロスを中央に入れた。フィニッシュが精度を欠きました。いやもったいない。セットプレーは生かしていきたいですね。これはいけません。あっさりとパスカット。いい形でゴール前まで持ってきました。これは見事なパスカットです。いいカットです。ボールを奪いました。ボールをサイドへ展開します。マリオ・フェルナンデス、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。このミスは痛い。相手にパスを出しました。パトリック・シック、クロスの質が良くありません。スローインになります。ロシアのスローイン。アレクサンドル・ゴロビン、マリオ・フェルナンデス、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ここはよくスペースが見えていました。いいボールでしたがここは触れません。中にスペースがあります。中の選手にクロスを入れた。ここはクロスバーに守られました。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。ロマン・ゾブニン、さあスタジアムのテンションが上がります。スローインでのリスタートとなります。これはどうなりますか。ダレル・クズヤエフ、なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。このパスはカットされました。この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。いいクロスだ。ヘディングで決めた。ヘディングで決めました。頭でしっかりボールを捉えてますね。ゴール。素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。大量リードを許した状態で再びキックオフです。アレクサンドル・ゴロビン、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。パトリック・シック、
アレクサンドル・ゴロビン。ダレル・クズヤエフ。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。走り込んだ味方にスルーパス。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。うまく読んだ。これはどうだ。これではキーパーに勝てません。ダレル・クズヤエフ。スライディング。しかしここは倒れません。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ダレル・クズヤエフ。主審はプレーを続行させます。アドバンティスペースに見事なスルーパス。キーパーがうまく飛び出した。目の前にスペースがあるようです。ブラディミール・ダリダ。ここは中央の選手にクロス。見事なゴールです。上隅を狙いました。これはもう今日は止められないといった感じでしょう。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。素晴らしいボールです。パトリック・シック。このシュートは高すぎます。パトリック・シック。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。ボールはエリアへ。中央へのボールはクリアされました。中にクロスが入った。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。タイムアップ。ゲーム終了です。試合は終了していますが、ちょっと一方的な内容でしたね。ええ、勝負はもうずっと前に終わっていました。